ペンエアことペニンシュライアウェイズはアメリカ合衆国の航空会社。ペニンシュラは英語で半島の意味である。1955年にキングサーモン、パイロットポイント間の地域航空会社として創業。使用機材はパイパー PA-20。1969年から1991年の間はリーブ・アリューシャン航空とコードシェアをしていた。 1991年からは、アラスカ航空、レバンアラスカ航空とコードシェアをしている。2017年に、連邦倒産法11章の適用を受けたが、運航を継続した。その後、アラスカ航空や、フロンティアフライングサービスの資金援助により経営を再建した。2019年6月1日をもって、自社ウェブサイトを閉鎖し、 レイバンアラスカ航空のウェブサイトに統合された。サーブ2000全便アラスカ航空、レイバンアラスカ航空とコードシェアグラマン G-21 セスナ208セスナ441パイパー、PA-31 パイパー、PA-32 サーブ340ウナラスカ空港の滑走路を逸脱した、ペンエアのサーブ二千二千2 0 0 1年10月10日、ペンエア350便が、 リリングハム空港離陸直後に不時着。乗客乗員は全員生存した。2019年10月17日ペニエア3296便が、ウナラスカ空港で着陸を失敗し、乗客1名が死亡。https www.flyravn.com スラッシュ公式ホームページ。ありがとうございます。